お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずはこちらで手指消毒をお願いいたします。はい、了解しました。大事ですからね、今。ゆうゆうライブコンサートにご出演いただきありがとうございます。ありがとうございます。今までのコンサートとは違い、はい、インターネット配信で世界中、うん、遠くの方へもこのコンサートが届く新しいコンサートスタイルですが、はい、いかがでしたか？いや、とってもいいですね。何回もね、ゆうゆうさん出していただいてるんですけれども、やっぱりこうなかなかね、東京の方に来れないという方もこの配信で皆さん楽しんでいただいてるので本当にありがたいです。なんか元気もらえたよと声もらえたりとか、はい、とてもね、ありがたいです。出演できてとても嬉しいです。コロナ禍の中ですと、うん、声を出しての応援ができないということで、はいはい、ご来場いただいたお客様全員に光るうちわをプレゼントいたしました。お、はいはい、ステージ上から見て光るうちわはいかがでしたか？いやー、もういつも感動です。なんかこうアイドルに、ね、なったような、本当にそんな気分で歌わせていただいてますし、幻想的な感じがあって、とてもね、気持ちよく歌わさせていただいてますよ。はい、配信チケットをご購入されたお客様からの応援コメントがステージ上でご紹介されていましたが、はい、いかがでしたか？いや、すごい嬉しいですね。なかなかこう皆様のお声って直接いただくことないので、なんかこうしてつながれてるなというふうに思いますし、楽しんでもらってるなとも思うので、とても嬉しく心強く歌えました。はい、映像でも綺麗なステージを配信でご覧いただいているお客様にもお届けできるように、舞台、照明などたくさんこだわっております。はい、いかがでしたか？いや、本当ね、何回も先ほどもお話ししてますけど、何回もね、私も出演させていただいてるんですが、本当音響バッチリですし、とっても気持ちよくね、歌えますし、あと何といっても照明がね、やっぱ歌ってると後ろわからないんですけども、映像とか後から見せていただくと、うわ、すごい綺麗だなというふうにね思うので、やっぱりこう私たち歌えてもそういうところがすごい皆さんね、力入れてくれたりとか一生懸命やっていただけると、私たちも、ね、力が入ってとても気持ちよく歌います。いつも本当感謝です。ありがとうございます。本日歌われた曲の中で一曲、はい、PR をお願いいたします。はい、最後に歌いました波の伊八という曲なんですけれども、この曲は2017年に発売になりました。この曲でお着物姿になったりと、いろいろ私にとっての分岐点になったような、そんな一曲なんですが、今度ですね、5月になんと第7弾シングルが発売になります。ぜひね、今日はちょっとまだ解禁ではなくて、皆様にお披露目できなかったんですけれども、そちらの一曲、望郷列車ふるさとを訪ねてという曲が5月11日に発売になります。ぜひお楽しみにしていてください。また、はい、ゆうゆうライブコンサートにご出演していただけますか？はい、もちろんです。ぜひ今度は新曲歌いたいなと思いますので、ぜひまたお声かけていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、はい、最後に視聴者の皆様、ファンの皆様へ一言、はい、お願いいたします。はい、今日もですね、皆さん、お越しいただいたり、そしてお家でコンサート参加いただいた皆様、どうもありがとうございます。本当まだね、大変な状況ではありますけれども、皆さんとまた会場でね、お会いできるのが一番いいと思います。ぜひぜひくれぐれもお体気をつけて元気に過ごしていただいて、そして生のコンサート皆さんに見ていただけたら嬉しいなと思います。どうか皆さんね、お元気で、そしてお会いできることを楽しみにしております。そして新曲もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、よぎりの癌に包まれて静かに眠るブーブーブーシャット、ブー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 シャット。Thank you.
前に空が泣き出しそうな道頓堀の橋のたもとで何をしたいのよ恋さん行きたい誰かの後を振り向かないで明日の好きです札幌好きですあなた好きです札幌好きです誰よりも雪の重さに耐え抜いた耐え抜いたライラックの小枝に花が咲く頃爽やかな風とともに訪れる恋の気配に振り向けば緑に映える赤レンガ好きです札幌好きですあなた好きです札幌好きです誰よりも道行く誰もが見えるよ君に二人で帰ろう出会った街へ胸にしっかり抱きしめたなら話はしないもう二度と上海上海上海尋ね人投げた別れの横波が残座さ残座さ残座とよ残座さ残座さ残座とには抱いても情けはんだけん未練から味わわさはよされよされと流れ